境内に鳴り響く号砲とともに肩の鼓膜が揺れ始めました。スパートをかけたということで先頭集団がばらけてきましたでしょうか。モロッコからの留学生です。今年2年生のアブドラバイです。 5000m の持ちタイムが13分58秒、そして 1万m が28分55秒です。有力校が固まってレースを進めています。3社一気に飛び込んでまいりました。徳本和義が先頭集団に追いついて、そして今引っ張る構えになっています。飯島も食らいついていっている。その後ろからは中央大学花田俊介、花田が一気にスパートをかけた。そして神奈川大学食らいついていっています。ここでまた逆転が見られるかも分かりません。神奈川上がっていった、飯島が上がっていった。さあ中継所トップは神奈川大学です。神奈川大学の飯島聡、そして中央大学、そして法政、入りがこれはもう並びかけてまいりました。今順天堂大学の酒井貴則がラストもう 800m 少々というところになってきましたけれども、抜け出しかけたというところで完全にこれは酒井が先頭、そろそろ襷渡しということになりそうです。第4中継所順天堂酒井が晴れたに襷をつなぎました。激しいこのトップ争いに切り替わりました。順天堂大学の貯金がなくなりました。後ろから追いつく分ちょっと無理がありましたが、駒澤の高橋正人を一気にここは突き放していくか。もう一度頑張る順天の春田、しかしその後ろから高橋正人、前にいても後にいても絶対に僕は負けません。岩水今たすきを渡りました。そして駒澤大学その差がわずかに3秒。いよいよ最終区アンカー対決ということになりました。神谷と岩水ともに並ぶようにして神門通り下りに入っていきました。岩水後ろをちらりと見た、神谷の表情を確認しました。さあこれは出ていきます。出雲ドームを迎えました。国内最大級の木造建築出雲ドームのそのフィニッシュに向けて、順天堂大学2001年シーズンもこれなら大丈夫、今フィニッシュ。岩水を迎えた。